野田競馬レース展望です。この時間は年末開催の3日目、12月31日日曜日の展望を行ってまいります。解説は報知新聞の倉田正樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、園田競馬12月31日の1日の開催となります。もういよいよ。今年も最後の開催になりますね。そうですね。もう。 まあ僕からしてみたらあっという間だったかなという感じがします。うんね、はい。ええまあ今年はもうイグナイターンのね水ン、はいね、制覇というのもありましたしね。い一、えー、年でしたね。はい。もうすごい一年だったと思いますし。強豪、うん、の馬がねあのそれぞれ本当にアピールしてくれたので、うん、ね。えー、もう本当に良かったですよね。うん、はい。さあいよいよ残りあと一日となります。では12月31日の展望を行ってまいります。31日は全部で12レース行われます。 この時間はメインの11レース、園田ジュニアカップ、そして一つ前の10レース、この二つのカードを展望してまいります。まずはメインの11レース、二歳馬の重賞、第52二回園田ジュニアカップメンバー12頭となりました。真海桃太郎がここいないと思いますね。すねそうですね。残念な結果になりましたけど、うん、まあ,あ、逆に言えばね、あの今戦になって、あの<ー>大晦日決戦にふさわしい顔ぶれになったと思います、ねうん。はい、千葉、はい、初タイトルを目指すと、いう戦になりました。で,ねはい、では、倉田さんの印、ご覧ください。 本命は9番の丸カ イグアスに打たれました。こちらは今回、まあ一か月弱開けての出走ということですね。そうですね。まあ、でも、あのー、ここを目標に、あの、逆算して、あの、前走を決めてたんでね。うん、えー、まあ、この、ね、中間の調整も順調に来てますし、あの、そういう感覚空いたというのは全然問題ないと思います。うん、まあ、確かに、あの、間見桃太郎とはね、あの、二走前に戦って、まあ、負けてはいるんですけど。その時、もうキャリア、まだ、あ、二戦目でね。あの、はい、もう伸びゆき、十、あの、余地も十分ありましたし。うん、まあ、ちょっとね、あの。 思った位置を取れなかったという外外を回る不利もありましたのでね、ね、うん、えまあ度外視していいと思います。まあ、あの前走であの 1700m 持ってあの経験しましたのでね、うん、今回そういう、えー、ま希少的にも引っかかるタイプでもないので、えー、自分の力さえ発揮できればあのー、ま。ここでも十分チャンスはあると思います。うん はい今回、安寿は鴨宮騎士ということでねねね今週乗れてますすよ、ね、そうです、ねうん、本当に乗れてますんでね、うんえー、まああと5勝すれば100勝ということもありますんでこの辺りで、ね、決めておけば、うん、もうひょっとしたらという可能性もありますので,です、ね、あの気を抜かずに乗ると思います。うんはい で続いて対抗は4番のウェラーマン、デビューから勝の馬ですそうですすそうね、えー、こちらも、まあ、あの未知の魅力を評価しての対抗なんですけれども、まあ、ともかくも本当にデビュー戦、それから2走目とも勝ちっぷりがすごいですよね、ね<ー>前走なんかに、えー、2着に八馬身差もつけてますんで、ね相当な実力馬だと思います。 まあただ、こういうあの重傷というのをねまだ経験してないので、その,のあたりの相手関係ですよね、厳しい競馬もしてませんのでね、そういった面でのまあ課題はあるんですけども、ともかくこのスケールの大きなあの走りはね、魅力的なので、しかもあのリーディングを確定させたもう吉村騎手を、安城に迎えますので、再び、そういった意味でもあの十分、逆転のチャンスはあると思います。 評価してのあの本命対抗しました。はい。そして三番手が五勝馬の十番クラウドノイズ山本ヤアキスタのコンビですね。そうですね。ええー、まあこの馬もあの重賞先生でも本当に安定した成績を残してます。あのまあしかも千七百メートルであの二走前まああの本命馬のマルカイガスをもう切り除けてますんで、ね、えー、えー、そういった意味ではこの馬も相当な能力があると思います。うん、ええー、まああとはまあね山本や。 今年デビューの君が、うん、まあいかにあの冷静に乗るかでしょうね、本当にこのメンバー見渡してもすんなりね、あのセンター取れるような組み合わせだと思いますので、ね、うん、あの自分のレースをすれば、あのもうチャンスは十分あると思います。うんはい そして白三角、まず2番のゴールデンロンドンです。こちら今回叩き2走目ですそうですすそうね、えー、まあ休み明けの前走、ちょっとね順調さを変いてた中で、まあ、それでも勝ち馬から0秒5差の5着なのでね、ね、はい、もう本当にそ今回、順調にきたということを考えてもね相当な上積みはあると思いますので、うん、えまあこのメンバーでもあー怖いなという思いいははありますね、うんうんはい、そして11番の統計勝太郎、こちらはネクストスター2着という馬ですね。はいえー まあ、あのネクストスターでの直線の、まあ、もうゴール前の、ね、もう本当に伸びての、ね、強烈だったので今回、あのまあ、距離2走目ということでどういうレースをするか、まあ、非常に楽しみですね、爆、うん、発力に関しては、まあ、このままもうあの最上位に入ると思いますので、ね、ね<ー>あとはまあ道中、しっかり折り合うことが鍵になってくると思います、うんはい、そして最後が12番のミスター・ダーリン。 えー、このま,まあのーまあ、勝ち上がったから2走も、うんまあ、うまく,うまくあの引っかえる競馬をこなしてますのでね、うんえー、そういった意味ではレース運びは非常に器用ですよね立ち回り一つだと思いますけど、うんね、この枠がどうかなって1700メートルですぐ、あのー、スタートしてコーナーなのでね、はいえー、そういった意味ではうち、あのー、で、ね、あの包まれる心配というのはないのでそこでどういう位置を取るか、まあ、下原記手の腕の見せどころだと思います。うん、はい 島原ジョッキーは2日連続メイン勝利というのが一気がありますからねはい,はいということで終始6頭となりましたでは園田ジュニアカップ回目ご覧くださいここは3連単で9番4番4番9番1、日着折り返しもこの2投の頭争いということですね、はい、そしてその後3着に2番10番11番12番を入れて合計8点上げていただきましたメイン11レース第52回園田ジュニアカップは発送時刻4時5分です 続いて一つ前の第10競争です。中レースは b2。特別の1230メートル戦メンバー12頭です。倉田さんの印こちらです。本命は3番の王権に打たれました。前回 c1 逃げ切っての勝利。今回 b2 に昇級です。はい。 もうやはりこのまま気分よく走れば本当にあのしぶとい感じがしますよね、あの前走の勝ちタイムを見ても、のこの B2 にあの遜色ないあの時計を出してますんでね、うん、えそういった意味では昇級の壁はないと思います、まあ、ただ、あのー、まあ、今回、逃げタイムもん結構揃ってますのでね、はい、えまあそのあたり鍵になってくると思いますけれども、まあ、その中ではあの一番最内枠の3番を引いてますのでね、うん、えまあスタートよくきあの飛,び出せ飛び出して花を切れば、本当に怖い存在だと思います。戦だ からっいてあのまあなるわけにはいかないと思いますね。うん、はい。そして対抗が7番のイーデチャンプです。前回 B22 番手から早め先頭で押し切っています。そうですね。ええー、まあ北海道競馬から転入してきてどういうレースをするのかなと思ったんですけど、まあ本当にあのスムーズに好イン取り付いて、えー、もう早めに先頭に立つをって押し切るという強い内容だったんでね。うん、ええー、まあさすがやはりレベルの高い北海道競馬で揉まれたことはあるなと思います。うんうん、まあ今回はその1キロ増になりますのでね。はいえー、そのあたりがまあ鍵になってくると思います。 ますよね。前走のような行きっぷりがあれば。うん、まあ、あの、この二連勝の,のチャンスは十分あると思います。三、うんはい、番手が八番のオリエンタルメラクです。 まあ前回そのイーデーチャンプと戦って追い込んで二着でした。はい、えー。まあこの馬ままあ、もうどっちらかと言えば差しに構えるタイプなのでね。うん、えー、まあ逆には今回あのー、逃げ馬が結構揃ってますので、ねね、ペースが速くなればこの馬にとってま出番は十分あると思うんですけど、うん、やはりこの今回十二頭立てて結構多頭数になりましたのでバグンを騒くのにどれだけ時間をかけずにまあ騒ぐことができるかっていうのが一つのポイントになってくると思います。うんうん、はいで。白三角まず二番のクラウドボウまあ前回は七番手かの形 レバで3着でした。はい、えー。まあ、4走前に現実的にこのクラスを勝っているわけですし、力はもう証明できていると思いますので、ね、えー、まあここうちでどこまで我慢できるかだと思いますけどもね。うん、もう立ち回り一つで十分あの上位争いに加わってくるとは思います。はいで、次は5番のウポポイ。 こちらは 820m から今回、距離延長というですね、はいえーまあ、C1 戦では、ね、820m 戦では本当に安定してましたので B2 でちょっと振るわないんですけども今回、距離を伸ばしてきましたので、ね、そういった意味では変わり身があっても,もおかしくないいと思います、うん、はいそして最後の印が9番のゴールドボンド。 あこちらは前回逃げて六尺という間ですね。そうですね。まあでもあのちょっとねあの疲れすぎて厳しくなったのでね。うん、えー、まあ別にこのま前はあの控える競馬もまあ十分こなしてますのでね。うん、えー、まああのこういう外枠ですし、あの無理にあの鼻争いに加わるよりかあのちょっと一列引いたところでレースを構えればあのもまれる心配もありませんし、うんうん、あの自分のはあの力出し切れるんじゃないかなと見てうん、うん、えまあ最後の印を打ちました。はい。まあなかなか激戦ムードといったようなレースになりますね。すねはい。では最後十レース。 解明をご覧くださいここも3連単で3番7番7番3番1着を理解してで3着に2番5番8番9番入れて8点上げていただきました10列発送時刻は3時30分です2023年の最後の開催が行われますどうぞご期待くださいここまでは放送新聞倉田まさきさんとお届けしてまいりましたどうも本年もありがとうございました、はい、ありがとうございました来年もよろしくお願いします来年もよろしくお願いします 長打競馬、は今後はご覧の日程で行えていきます。新年、新年最初の開催は1月2日からスタートいたします。1月2日、3日、4日の3日間で行われます。どうぞご期待ください。